年の、国政選挙の社民党の運命を暗示しているかのような出花のくじかれ方ですが、まあ、あの我々ですね、あの別に政党とか政治団体じゃなくてですね、まあ、ごく、日本将来やばいんじゃないかなという市民の集まりなんですね。で、今日は、まあ、あの社民党さんの前でやってますけれども、実はこのずっと前にですね、もう去年になりますか、あの代々木の、まあ、共産党本部さんの前とか、あとは、民主党さんの前とかでやったこともあります。で、まあ、あの共産党さんの前でね、日本共産党さんには、まあ、野党同士でそんなその背中からこう打つような真似してるんじゃないよと言って、まあ、今回あの共産党さんはまあ、国民連合政府だということで、野党を共闘しようというふうな形に変わってくれました。ただ、まあ、民主党の方は、まあ、なんというかもう相変わらずグダグダっぷりで、そういうわけで、まあ、あの請願&声援という形でやっております。で、社民党さんですね、まあ、先ほど石川大我さんの話出ました。去年かな、大我さんが、選挙出た時にですね、実は新宿で保護店で、まあ、やった時に、まあ、ちょっと見に行った時に一応のぼりを持たされたりとかなんかもしたことがあります。で、今年、まあ、参議院選挙はまあ、あります。でそれ以外にもしかするとその衆議院選挙も、まあ、安倍首相がやらないと言ってることは彼は嘘つきですから、彼がやらないということはダブル選挙になる可能性があるということですね。で、このダブル選挙になるときにですね、社民党さん、このまま行くと党が本当に消滅するんじゃないかというふうに我々危惧しております。社民党さんには福島、前党首、それから、まあ、石川大我さん、あるいは、八王子の佐藤梓さんというふうな、まあ、そうそうたる立派な方々いらしてですね、佐藤梓さんなんかは渋谷でシールズさんが凱旋した時にですね、国会議員、他の党は国会議員来たんですけども、社民党さんは、まあ、八王子市議の、佐藤梓さんが来て、で一方も引けを取らない形でやっておりました。大変感心しました。で、党首選もですね、すんなりと吉田党首に選んでとかっていうんじゃなくてですね、できればですね、選挙という形にして、まあ、テレビなりなんなりマスコミにもっと露出して、まあ、吉田さん、それから大我さんでもその佐藤さんでも、まあ、いろんな人たちに、まあ、テレビにマスコミに露出して、社民党さんの訴えを聞かせるというふうな策略が取れなかったかということでちょっと残念だと思います。それで、まあ、やっぱり、まあ、昔の55年体制の頃、まだ名前が社会党だった頃ですね、野党第一党で、まあ、国体政治とも呼ばれていましたけれども、まあ、そういう時は強力な組合のバックアップがあってですね、あんまりこう人の声を聞かなくても、まあ、組合の幹部とかなんかの声を聞いてればよかったというふうなものの決め方がですね、今の社民党さんにも中にも残ってないでしょうか。でそれを象徴しているのがですね、今回の東京選挙区での、増山容疑者の立候補、まあ、容疑者じゃない、増山さんの後任に関わる騒ぎですね。まあ、容疑者じゃないです、ごめんなさい、まあ、ちょっとね、お金の問題、他にもいろんな問題がある、これね、今の自民党とかだったらですね、まあ、そういった問題も、それこそパンツ盗んでもスルーされるような自民党ですから、OK なのかもしれませんけれども、やはりリベラルを表彰するですね、社民党さんであればですね、ちょっとそういった候補者をですね、公認するというのは、支持を得られないんではないかなというふうなのを、もう一回考え直していただきたいというふうにお願いいたします。以上です。ごめんなさい、長い。はい、すいません。今大丈夫ですね。はい。はい、それでは他にいらっしゃいますでしょうか。どうでしょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。まあ、すっかり国会図書館の話の社会文化会館の頃の社民党本部はよく知ってるんですけどね、国会図書館行ったついでに便所借りに入ったりすると、入ると浅沼稲次郎さんの銅像が入っ
ってところにありまして、なんか、ね、本部が移動する時もこっちの方にも、ね、浅沼さんの銅像を持ってきたって話ですと、まあ、本来伝統のある革新政党、まあ、日本で革新といえば共産党が社会党、まあ、社民党だと言われてたんですけど、かたやね、戦後革新と言われて1億を担う政党がなんか非常に情けない姿になってるのは、ね、残念なことであります。まあ、今回の、ね、東京選挙区の問題、まあ、小さくなってしまった政党ということで候補者が集まらなかったのか、それとも、ね、集まった中で先行したのが増山さんなのか、その辺ははっきりしていただきたい。逆に公募とかやっても集まらないようであるならば、やはり政党としての魅力というものが残念ながら薄れてるのかな、もしくはアピールの仕方が下手。まあ、確かにこのビル雑居ビルで、ね、賃貸契約がどうなってるのか分かんないけど、まあ社民党の看板ぐらい出した方がいいんじゃないかなと。せっかく高速道路じゃないか、これはあれか、国道か、道沿いで目立つのにね、まあそんなもん出したらやってくんだ右翼とかね、そういう人しか来ないんじゃないかと思ってんのかもしんないけど、まあ優秀なおまわりさんが守ってくれるでしょう。こうやって善良な市民の皆さんを行かせてくれないんだから。まあでもね、ともかくアピールが下手です。ね、ネット戦略にしても、ネット戦略にしてもそうですし、ね、候補者一人選ぶにしてもアピールが下手。うん、まあそれはね、昔ここにいる方、特に年配の方、社民党とか社会党自体を知ってる方は分かると思うんだけど、やっぱり労働組合に音符に立っこだった時代の名残、要するに選挙の運動も全部労働組合の動員の人がビラを巻いてくれたりポスター貼ってくれるっていう、そういう時代の名残を小政党になってもまだ持ってるっていうのは非常に残念です。今多分社民党を積極的に支持してる労働組合っていうのはナショナルセンタービレーベルで見れば全労協、まあ組合員数交渉30万人、実質的には十数万から20万ぐらいと言われてます。かっての総票が600万人いた時代と比べれば20分の1ですよ。逆に言えばその程度の集報量しかないのに、党内の友好団体とか組織のことだけ考えるというのは残念ながら市民に開かれた政党ではない。今亡き土井孝子さんが市民との絆っていうんで山を動いた89年、私当時高校生でしたけどね、このまま革新を中心とした保守のハトハトの連立政権ができて、まあ皮肉なことでそれは宿敵だった自社連立って95年になるんだけど、そういう中でハト派的な保守やリベラルとやった上での、ね、憲法的な価値観を擁護する政権ができるものだと期待したけど、残念なことに、ね、擁護する政権ができるどころか憲法そのものを改憲もしてないのに破壊する政権、安保法案だけじゃないですよ、ね、地方自治体の問題、沖縄の問題、これ安保の問題もあるんだけど、同時に地方自治、沖縄の自治権という名の地方自治の問題ですよ。そういった全ての1条から、まあ、天皇制の1条から8条までは打って方もいるかもしれませんが、まあ、私は基本的に1条8条も含めて護憲の人間なのであれですけど、103条まである憲法の条文を生かす政治をするという、そういう護憲としての対抗軸をやっぱり作るためには、ね、やっぱり社民党とか含めた求心力を持ってもらわないか困る。保守の中にもまあいろいろあるけど、勝った宮沢喜一とか河野洋平って言われた比較的憲法的価値観を重視する政治家の方もいらっしゃった。そういう人たちを取り求める今の安倍のやってる憲法そのものを改憲改正以前に壊してしまう、それに対抗するための核としての社民党というのは残ってもらわないか困るんですね。仮に党として残らなくても社民党的な護憲っていう運動、戦後革新が担ってたものは潰しちゃダメなんですよ。昨日の国会答弁見ましたが、憲法の毛の字も知らない、立憲主義って何ぞやの世界、結局権力者がやる絶対王政の世界に戻したいだけでしょ。主権在民、そして主権在民の民という字が入った政党でありながら、自由民主党と言いながら、自由民主党は民主でも何でもないですよ、民主党ですら怪しい。民が主の民主主義を担うのはソーシャル的に担う、まさに戦後憲法の価値観、民主主義を進めてきた価値観、民主主義の戦いをリードしてきた戦後革新の優であった社民党でなきゃならない。もちろんいろいろ批判もあるでしょう。でも今少な
なくとも民主主義というのが形式的になりつつあるかもしれないけど、戦えているのは、そしてこういうところで我々が演説できたりする、これは直接民主主義の意思形態ですよ。そういう権利が守られているのは憲法を守ろうとしてきた先代の人たちがいて、それを担う政党があったからですよ。まさにその政党が消滅の危機に立ってる。まあね、個人的にはね、やっぱりね、なんというのか悲しいことではありますが、今度の選挙は多分ひょっとしたら護憲勢力の死、すなわち日本国憲法の死、そうなる可能性があるんじゃないかと私は危機意識を持ってます。その時にですね、かつての労働組合全盛の時の感覚で候補者を選んだり政党の運営をしたりとかではなくて、せっかくね、脱原発っていうとかそういうのであって、安保法案もそうですけど、ワイ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 と市民が出てくるなった時に、積極的にそういう人たちを取り込まないでどうするんだと。確かに市民団っていうのはいい加減なもので、ね、組織を労働組合みたいに票が読めるわけじゃありませんよ、宗教団体とか。でもそういった人たちの意識に語りかけるということが、実は政党を維持すること、そして組織票がなくなってしまった政党としてやるべきことなんですね。東京選挙区、参議院選挙、もちろん衆参ダブルの可能性もあって、お金もきついし候補者料もきついかもしれませんが、ね、ぜひね、その市民の人たちに直接対話できるような候補者、例えば知名度があるとか、そういう中でやってるだけではダメなんです。ね、前回山本太郎さんが出たけど、あの人俳優ですごい知名度もありました。でもね、最終的には選挙に出るってことだけど、出るか出ないか以前の時から結構こっそり個人の肩書きというか、あまり照れないでねとかいう感じだけど、実は脱原発の集会とかデモに来てたんですね。そういったね、市民運動との付き合いがある中の方から選ぶべきだったのではないでしょうか。残念なことに、その公募もしくはその公認の過程というのは非常に不明瞭、候補者は選ん坊にもいなかったからああなったのか、それとも公募なり何なりやった結果ああなったのか、ぜひその選考の過程をね、増山さんに関しては渡していただきたい。いなくてもどうしようもなくなってああなったんだったら、逆に言えばそれが今の党の実力だということを見越した上で選挙戦をやってもらいたい。良くも悪くも、もう組織はない状況の社民党ね、でももしかしたら社民党の一議席が3分の2を阻止している最後の一議席になるかもしれない、それぐらいに切羽詰まってます。ぜひね、一票でも取る、そして一つでも議席を取って、改憲国会と言われる、ね、おそらく参議院選挙区で本格的にやってくるでしょう。そこに挑める人材をぜひ一人でも、そして弁護士である、ね、そして個人的にもいろいろ脱原発がお世話になっている福島みずほさん、落とすわけにはいきません、ね、もしかしたら彼女の一議席が最後の3分の2を本当に阻止する議席になるのかもしれないし、もしくは彼女が、まあ、少数政党ですから質問時間は短いかもしれないけど、何か弁護士として、護憲派弁護士として、もしかしたら政府の欺瞞を尽く質問をしてくれるかもしれない。もちろん彼女だけではありません、一人でも増えてくれれば、護憲派がもちろん、ここは社民党の応援に来てるわけだから社民党の人が増えろという立場なんでしょうけど、保守でも無所属でもともかく護憲派と言われる方が一人でも増えなければ3分の2は阻止できません。今いる議席を死守してかろうじてらしいんですよ。ぜひね、あともう半年を切りつつあります。少なくとも大勝はしなくてもいいから3分の2は何とかしても阻止してもらいたい。憲法的な価値観、それを担ってきた政党の最後にしてしまうのか、それとも最後の一議席として何が何でも阻止する、その戦いをするのか、我々有権者は見てます。そして日本国憲法、これ権利だから恩恵っていうとまた違うのかもしれないけど、で守られてる中で運動してきた人間にとっての最大の武器を敵にやすやす渡すわけにいきません。単に一政党の問題ではありません。戦
う市民運動、主張する市民運動がある限り、憲法上の権利は守られなきゃならない。その議席を担う政党としての自覚、そして惰性でどうせ負けんだからとかそういうんじゃなくて、やれることは悔いなくやってください。以上です。はい、ありがとうございます。はい、今ね、市民運動、山本太郎氏は市民運動来てたっていう話をしますけど、ですね、あ、ごめんなさい、あ、じゃあ、ちょっと待ってね、ですね、松山さん、来たことはありますがですね、来て、ちょこっと来て、目立って、なんか、トンチンカンなことを言って帰ってきて、大体まあ、ネットとかいろんな人とかの意見も聞くと、市民運動からソース感です。ごめんなさい、市民運動の人ではありません。松山玲奈さん、違います。はい、すいません、どうぞ。先ほどちょっと言い忘れたんですけれども、今年ですね、もしかしてダブル戦あるかもしれないですけども、選挙の前にですね、安倍首相またぞろですね、消費税増税をこう、延期するとかなんとか言い出しかねません。社民党さんにはですね、ぜひ先手を取っていただいて、先にですね、大々的に消費税増税、延期毎週は中止、あるいはですね、5% へ引き下げるぐらいのことを言って、自民党がそれ言い出したら、あ、真似したというふうにやっていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ご通行の方々、ご迷惑かけております。こちら今、あのビルにある、7階にある社民党本部さんに声援と声援のメッセージを届けている声援と声援メッセージをやってます。抗議行動ではありませんので、ご了承ください。はい、それでは他に誰かいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいますか。あ、どうぞ、よろしくお願いします。大丈夫です。お騒がせしてます。本当看板ぐらい出した方がいいと思いますね。わかんないですよね、この場所本当にね。社民党さん看板出してください。ですね、今キャス、中キャス通勤が、3台やってるんですけど、何の声援なのかとか何の声援なのかっていうことがちょっと書き込まれてたんですけども、それは参加する人それぞれの意見なので、特に何のっていうことはないです。ないですけど、思ってることは結構近いかもしれませんけども、で、声援で、私自身としては、もちろん社民党頑張ってほしい、党として潰れてしまっては困る。特に福島水野さんが議員でいられるように、本当にそれに関して声援したいと思っています。で、そのためにもなんですけれども、これすごく喋るとすごく悪口のような形になってしまうところがあって、表現方法というかすごく気になる、自分でも喋りながら気になるところなんですけども、請願としては増山玲奈氏の出馬を取りやめてください。これが私の請願です。ネット上で書いてあることとかっていうと、ネットなんてデマばっかなんでしょうと思われてる方って結構いらっしゃると思うんです。で、本人に会ったことない人とか、ネットの情報だけで見てる方とかもいると思うので、どうなんだ、そんなネットに書いてあることを信じて、いや社民党がね、そんな問題ないですと候補にするわけがないという意見も多分あるのだとは思います。で、社民党本部の方々で、推薦した方々はどうなのかよく分かりませんけれども、社民党内の方々も多分彼女のことをよく知らないで推薦されたのだから、そんなことは疑惑であって、実際はそんなことがあるわけがないだろうというふうに思われている方が多いのかもしれません。福島さんもそうかもしれないし、吉田さん、吉田党首もそうかもしれません。そうですね、これ悪口になっちゃうんでしょうかね。増山さんが上げてたビデオを見ましたけれども、レナパンチとかやってる場合じゃないですよ、本当に。特にすいません、吉田党首、
あれは削除させた方がいいと思います。私個人的にあなたにとってマイナスでしかありませんね。福島さんの方もそうですけれども、まあ、あれはまだ女性同士なのでそんなにはいわっていうのかな、不可解はないかもしれませんけれども、吉田投手、あなたと増山さんが並んでレナパンチってやってるあの絵はあなたにとってマイナスでしかありません。削除させた方が良いと思います。あのでですね、でいろいろまあ言われている彼女に対する問題ですけれども、やっぱり一番の問題はお金の問題だと思います。あのそもそもですね、そうやって疑惑が持たれているという時点でもっと調べるべきです。社民党っていうあの、ね、党がお金に対してそういう疑惑がある人を出馬させる、もうこのこと自体がマイナスでしかありません。本当にやめてください。あの社民党、ね、党なくなりますよ本当に、ね、福島議員、議員でなくなると私たち市民運動してる私たちとても困ります。ね、野党共闘ということが今、ね、さあのね、なっていますよね。で、あのね、安倍政権を倒そうということで、ね、やっているじゃないですか。その中で社民党がそこにちゃんと活躍してもらわないと困るんですよ。でその中でやはり彼女を出馬させるということは、あの何度も言いますけれどもマイナスでしかありませんので、本当に党内でちゃんと調べてください。その担いだ人が言ってることが全部正しいということではありませんので、あの、ね、周りが騒いでるだけだとかデモだと、デマだとかあの思われているなら、まずは両方の意見をちゃんと聞いて調べてください。で、あの彼女自身がブログで書いていること、あれ一応なく、ね、社民党さんが書けというか書いて言った方がいいよということを助言したのでしょうけれども、あの全然説明になってませんから、はっきり言って、あの本当にね、ちゃんとその使い込み疑惑とかね、それについてってちゃんとあの実際に被害を受けたと言ってる人がいる以上、その人の意見を聞くべきです。それを聞かずに、そっちその人がただデマを流しているだけだとか、そういうことを言っているのは本当におかしいですよ。ちゃんと市民と向き合ってください。社民党さん、本当に市民と向き合ってくださいよ、ね、本当にあの請願です。本当に取りやめてほしいと思ってます。で、あともう一つ請願です。あのその候補の話ね、増山さんを取り下げてほしいという話と、あともう一つ、あの野党共闘ということで今やっていて、まあ、安倍政権だとこれは素晴らしいことだと私自身も思ってますし、本当に共闘して安倍市民を、ね、倒さないことにはもう未来はないと思っています。そのためには、あの安倍政権を叩くだめでだけではなくって、もっと未来のある話をどん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 訴えてほしいんですよ。あのそれは、抗議に集まっている人たちだけではなくって、街に出て知らない人に訴える。まあ、訴えるときに、まあ、トラメガンじゃない方が私はいいと思いますけれども、あのちゃんともっとこうみんなの視線で考える。そういうことをどん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 やってほしいと思います。で、先ほど消費税の話ありましたけども、消費税の話だったら、あの安倍が自民がやってることがどうのこうのっていうのも大事ですけれども、それとプラスして社民党ならこういうことができると、そういう未来をちゃんと描いてください。で、安保法についてもそうです。あのそんなこと言ったってしょうがないじゃんっていう方やっぱりいるんですよね。安保ね、その戦争やだけどとか、戦争なんかならないよとか、じゃあどうするんだよ、中国攻めてきたらどうするんだよとかね、おっしゃられますよね、よくね、私たちも聞かれますからね。それに対してちゃんと、いやそんなことはしなくてもちゃんと未来は持てるんだということをちゃんと考えて発言してください。やっぱりね、反対ばっかだとね疲れるんですよ人間。やっぱり、ね、未来のあることね、あのポジティブ、ネガティブからポジティブ、本当にあの夢のある話をどん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 して、ね、うちの党はこういうことが実現できるよっていうことを積極的にアピールしてほしいと思います。これが請願の2つ目です。
はい、あの社民党本当に党なくなると困りますので、ね、みつほさん特に困りますのでよろしくお願いします。はい、以上です。はい、ありがとうございました。なんだっけ、カンパ金の不正使用疑惑のあのを、ブログで書いている方は、増山玲奈さんと公開討論会を望んでます。これツイッターでも書いてあるんで、それに対して応じないのが増山玲奈氏です。これ、社民党さんにあの声援請願メッセージ、あの応援 の, あのメッセージを届いているので抗議ではありません。まあ、こういう形でやってるのはちょっと抗議っぽいんですけども、まあ、こういうことを言わないと、でこういうことを言うのもちょっとね、まあ、社民党にとってマイナスかなとかいうのもあるんですけど、それ以上にあの増山玲奈候補を、ね、公認してしまう方がマイナスだと取ってしまうので、僕らはこういうふうにやります。僕らって僕はね、あの言ってしまいます。はい、他に